宇宙歴00831月、強襲揚陸艦アルビオンは月のフォン・ブラウンに入港した。ここでその前の戦いで GP-01 を大破させてしまったコウ・ウラキは失踪してしまう。迎えに赴いたニナ・パープルトンは回収機 GP-01 エリビフルバーニアンのトライアルの日を伝える。ジャンク屋のモビルアーマーを修理することで心の区切りをつけたコウは帰ってきた。しかしフェラーズフリートのモビルアーマーがフォン・ブラウンに出現し、ガンダムとの一騎打ちを申し出てくる。それはコウが失踪中に世話になったジャンク屋ケリー・レズナーの乗るものである。フルバーニアン出ます。したか、ガンダム。ケリーさん、どうしてこんなことを。ウラキか、君がガンダム。そうか、しかし遅かれ早かれ。やめてください、ケリーさん。こんな戦いなんて甘いぞ、ウラキ。戦いに状況など選びはしない。命をかけてまでの目的は、価値は何なんです、ケリーさん。すでにデラーズ閣下が述べられたはずだ。だが兵士は抗争本能こそ。落ちろ、やってやる。よし、もらった。この一撃で落ちろ。よし、もらった。どうした、落ちろ。いけ、この一撃で。こちら、ホック。なんて火力だ、シールドが。当たるか。よし、もらった。まだ終わっちゃいない。どうだ。この一撃で。そんなものか。こうし、そんなものか。あ、宇宙歴00831月5日、強襲揚陸艦アルビオンは月のフォン・ブラウンを後にしてソロモン海へ進路を取っている。艦載モビルスーツがフルバーニアンを残し偵察任務で出撃中という状況の中、ソロモン海域にほどなく近づいたルンガの沖合にて敵艦と遭遇してしまうアルビオン。コウはフルバーニアンを借り短期に出撃しなくてはならなくなった。右だ、ガンダムフルバーニアン出撃する。敵は何、真上。ビームサーベルだけでやれるか。やってみせる。どこのこと来たか。you
持たない。でやっ、くっ、どうだ。聞こえてるか。はい、聞こえます。俺たちにチャンスをくれましたね。一撃で心臓を射抜くんだ。今だ、全員アルビオンは健在だ。宇宙暦00833、11月8日、ソロモン海域へ向かうアルビオンは連邦軍最新鋭艦バーミンガムにデラーズフリートの艦が接近するのを探知した。バーミンガムを救出するためモビルスーツ隊を出撃させたアルビオンであったが、出ます。レイブルネ、この神話を図った。いや、逃がしてくれるらしい。さすがバーミンガムだ。逃げながら一石のしている。二次方向、二隻逃げる。それもしない。あの船は落ち着け。我々の目的は対するバーミンガムの援護だ。こちら状況を利用しろ、ガジ。はい。
シールドが。オシーマの上前を跳ねるつもりかい。お仕置きしてあげないとね。味合わせてあげるよ。悪名高きシーマ海兵隊の力解くとね。援護できるぜ。いつでも来い。援護了解。ああ、その相手はこの俺だ。やらせるわけにはいかない。でやそれが毒だ。そういう時は身を隠すんだ。オラオラ、よし、もらった。敵の機体を無力化した。俺はコクピットから敵のデータを探る。奴らの目的がつかめるかもしれんからな。任せるぞ。助けてくれ。来るなよ。落ちろ。どうだ。こいつこれでひょっとして敵の戦力を分かる。本気相手にやられっぱなしか。動かないやつに出てる。まさかデータ。寂しいね。くっ、なんだあれ、バッタか。盾を壊された。お仕置きしてあげないとね。なかなか扱うんだ。どうせ何を教えてもダートだ。よし、逃げる。宇宙歴0083、11月10日コンペイ島において地球連邦軍の観艦式が行われようとする中、準軍の残党モビルスーツがデラーズフリートへ合流するため、次々とそのもの海域に出現している。奪われたガンダム試作2号機を捜索するアルビオン隊もまた同地域にて駆逐任務についていた。出ます。この戦いはいつまで続くんだ。俺がガトを仕留めるまでか。落ちろ。当たってる。邪魔か。このフィールドも違う。本命はどこだ。待ってくれ、コウ。単独じゃ危険だ。もちろん。でやっ。遅い。私の指示を返す。聞こえているだろう、ガト。
お前が忘れても俺は忘れはしない。いつぞやの男か。俺は決着をつけるまでお前を追い続ける。しかし私の勝ち戦に花を添えるだろう。そして貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。満足頼むな野党。そしては2号機を奪われた俺たちにとって屈辱なんだ。わからぬ。準備は昨日だろう。もちろん戦いの始まりは全て援軍に根ざしている。当然のこと。いつまで減らず口を沈め。このようなダメージまで。しかし援軍のみで戦いを支えるのは私を倒せ。私は義によって立っているからな。歯車となって戦う男には分かるまい。くっ、落ちろ。私を敵に回す。所詮貴様とは価値観が違うようだな。まだだ。うわ、カンカン式襲撃により GP シリーズに関わる事件は全て終わったかのように。しかしゼラーズフリートの星の屑作戦は徐々にその真の姿を見せ始める。それは地球へのコロニー落としであった。阻止限界点が迫る中、アルビオン隊には作戦中止の命令が下る。しかしコウはガンダム試作3号機を半ば強奪する形でコロニー落着を阻止すべく出撃する。
としても突破させるな。ガトー、うわっ、うわっ、もうじゃない。こちらアルビオン、追いついた。補給に帰還せよ、一度帰還せよ。当たってたまるか。もう少しで第一線を抜けるんだ。阻止限界点を超え地球へ引き寄せられる頃に、その頃ジーマ・ガラフの艦隊がデュラーズフリートを離反。デュラーズの機関であるグアデンのブリッジを占拠し、地球連邦に投降しようと企てる。しかしデラーズは風刺し、それを直視したガトーの怒りの一撃の前に脱出を余儀なくされる島。刻々と状況が変わっていく中、未だコロニー落着を阻止せんとするガンダム試作3号機は立ちはだかる敵艦隊に突撃する。ソーラーシステム2、照射70秒前。おお、コロニーが肉眼で見えるぞ。もういい、照射。あと30秒は。カモン、やれ。あれか。ナムさん、星のクズの最後の軌道修正のためコロニー内に来たアナベル・ガトー、それを察知するかのように単身ガトーを止めに来たニナ・パープルトン。過去に恋人同士であった2人、過去を捨て信念に生きるガトーを彼女は止めることができない。そのガトーを撃ったのはニナの現在の恋人コウ・ウラキであった。そしてニナは、嘘だろニナ、そいつはコロニーを、ガンダム2号機を。こう、そういうことじゃないのよ。ニナ戻れ、来てくれ。止めたか。落ちろ、邪魔しないでくれ。
ガイドビーコンなんか出すな。やられたいのかい。もちろん。でやっ、いいね、やらせるわけ。ああ死ね。うろたえ玉など、ちっ、やられっぱなしか。当たってちゃまいな。おらおら、もちろん、やらせるわけにはいかない。なに、惜しい。ガトー、な、何、腐った連邦に属さねば貴様と苦しむことはなかったろう。待っていたのか、俺のために。このようなダメージなど貴様に話す下など持たん。まだだ。で遅い。私は誰にも止められん。このようなダメージなど、まだだ。覚悟だ。このようなダメージなど沈め。もちろん。うわあ、よし、そのシステム撃て。何、